政府は23日、住宅街などにあるセンターラインのない生活道路の最高速度の上限を現在の時速60キロから30キロに引き下げるとした改正道向法施行令を閣議決定しました今回の速度の引き下げは子どもを含めた歩行者や自転車利用者の安全を確保することが目的で警察庁は閣議決定を受け、2026年9月から実施します センターラインがあったり複数の車線がある一般道の最高速度は60キロのままとなります警察庁はこれまでに最高速度を30キロにした理由について過去の調査で時速30キロまでが急な飛び出しなどに対処が可能な速度などと説明していました